マニュアスプレッターとかマニュアスプレッターとかって言うんだけども、まあ要は対比散布機って言えば間違いないんだけどね。こっちだったらフレームからでしたよ、修正は5年くらいになるんだけどね、うちに来てからね。あ、このスプレッターってやつ、うん、これ買った時はマルキリのもともとジャンク品で、まあ、それ分かって買ったんだけどもね。だからあとアングル入れてフレーム修正から始めて作ったやつなんだけどもね。今でもこういうの新品で売ってるんですか？売ってるけどもこの型は少ないですよ。これはちょっと普通のとちょっと違うんですよ、このマニュアスプレッターの形式ね。普通のの積み込み専用なんだけども、これ自分で積み込めるっていうのが本当の機械だったんですよ、もともとはね。セルフマニアの DR1502 っていう高北のマニアスプレッターだったんだけどね。これ内側にコンベアがついてるんですよね、なんかね。そう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 、なんつうんだろう、いろいろあるんですよ、コンベアと、あと油圧で押すやつもあるし、はあ、うん、何種類かあるんですけどね。これはチェーンのタイプのやつなんだけどね。なんかみんなアングル来て入れましただからね、はじめのくん全部フレームからダメで、本来の使い方としてはこれ昇降になるんですよ、ボイがついてるやつですね。んそれは何、昇降になるんですよ、これ。車体自体が上がり下がりして、で本当は後ろを下げて、これ自体を全部逆転させて自分で積み込みできるっていう仕組みの機械だったんですよね、本当はね。でも、うちだと積み込みは積み込み専用で機械使うから、わざわざ逆転してこのまま積んじゃうんですか？うん、そういう仕組みの機械だったらしいんですよ。あ、この後ろを。そうそう、全部逆に回して込んでるもんね。対比に突っ込んで。そうそう、後ろ入れて、こう。自分で鍵上げて積み込むっていう仕組みの機械だったらしいですね。一回も積み込みはしたことないけどね、自分で、ね、そういうこともできるよっていう仕組みなんですね。そうそうそう、仕組み上ではね。一回もやったことないから、できるのかどうかはちょっとわからないけども。今日あったかいですね、岩手。昨日あたりからですね、ガンって気温上がったので、その前まではやっぱ5度ぐらい平均的に寒かったのかな。もう苗も作ったんですか？これからだね。あ、これから、うん、昨日芽出しして、あと5日後ぐらいかな、1週間前後ぐらいで種まきするんじゃないかな。うん、暑いぐらいですね。暑いぐらい、うん、なんだろうこの暑さこのうちだけに水筒の分だけも終わらせたいなとは思ったんだけども、どうなるかね。